どうもこんにちは、特化軍です。普通科です。本日はこちら、自衛隊のチャーハン VS 中国軍チャーハン。ファン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 、いでよアイアンシェフ、日本料理の巨匠、自衛隊チャーハン、そして中国4000年の歴史を極めた中国軍探偵チャーハン。自衛隊のチャーハンと中国4000年を極めし本場のチャーハン、どちらが勝つのでしょうか。なるほど、一旦 CM で。あ、はい、料理の鉄人ですよ。あ、料理の鉄人ね。中国軍の、メニュー9、はい、これ前回ね開けて食べたんで、一応下貼っておきますけど、はいはい、チャーハン入っておりますんで。なるほど、こちらどっちがうまいか対決でございます。自衛隊のねスティックライス、うん、でございます、ね、こちらはですね、日本料理界の巨匠、ね、道場六三郎さんが、うん、作ったのか作ってねえのかとされるチャーハンです、うん、でも自衛隊の飯はね世界的にも美味しいと、ね、そうですね、言われておりますから、寒飯の時代から。なるほど。でこれちょっとね、前回もそうなんですけど、若干ね携帯食には当たりますんで、はい、こっちのあのガチンコのねチャーハンだと結構ね強敵です。そうです ね、はい、こんな感じになっております。自衛隊のチャーハンでございますね、熱量が、337、タンパク質 4.6、 脂質が 6.2、 炭水化物が 57.5、 食塩が 1.8、 ね、ちょっと高めです、うん、で、こんな感じでうるち米の青ネギが入って、白ネギ、椎茸、豚肉入っております。こちら前回映しましたけど、一応ねどういったチャーハン入ってるのか、翻訳だけさせていただきますね。この表記です ね、はいはい、ね、あ、ここだ、これだね、強そうだ、本場中国軍のチャーハンはエビとパイナップルのチャーハン、エビとパイナップルのチャーハンバーサス、はい、野菜と豚肉のチャーハン。なるほど、ちょっと異色ですけど。そうですね。で、神の舌を持つね私たちが、うん、まあ私は全然、自衛隊のね食堂の飯を毎日点数つけてきた、本当口うるさい陸士の私たちがね、点数なんか一回もつけたことないです。白黒写真とか、森さん料理人時代の白黒写真とかありますよね、よく巨匠の写真とかであるじゃん、こう出汁のこう味見とかしてる写真ありますよ。あれの KP 時代の白黒写真とか森さんありますよ、ね、いやないですそんな、とか俺もフライヤーにアジフライをこうたくさんこう入れる瞬間の白黒写真とかありますよ。ねえだろ。あ、そういう、失敗したな、取っとけ、やっとけよったな。さあ、それでは開けていきましょう。開けましょう。開封用意、はい、開封、開封。さあ、引き抜き用意、引き抜き、引き抜き、あー、来た。セットだもんね。セットです。これか、あ、来た、これだよね、うん、あれこれが、なんか前回ですけど、そばとチャーハンのセットだったんですよ。はいはい、応援団が、わー、来た来た。あー、今日も応援団来てる。応援団連れてきちゃったから、ちょっとずるいぞ、うん、最小人数で来てくれって言ったんですけどね、ちょっと結構来てるじゃないですか。え、こちらちょっとした、ついたものつけたものね、スープとかもついてます。財布入ってるかな、こった、チャーハンって入ってる。にじにはゆめチャーハン、これがちょっと一応不正が起きてないか一応チェックします。リングチェック、大丈夫でしょう、リングチェック行います。絶対大丈夫でしょう。翻訳します。不正ってなんだよ。ご飯の後のエビ、うん、不正じゃねえか。ちょっと不正なんじゃない、食後のエビじゃねえかよ。エビとパイナップルですね。はい、よし、はい、閉じます。いつもの匂いが、あ、来た、来てますね。もう OK かな、よし、温め中です。とっても控え室が揉めております。盛り上がってまいりました。この後8時半からゴングです。昔の死にじゃないんだよ。ファン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 、いでよ森尾ハザード、いる、いや、もう股間しか映ってないよ。森さんカメリハ必要よ、今のはカメリハ必要。出来上がりました。はい、来ました、この中国軍の、すげえ熱い。さあ、いでよアイアンシェフ。そうなんだ、これは選ばれた者のみが引き抜ける。
そんな暑かったっけ、うん、まず手鍛えるところから始まるからね、あっちはパンパンなんですよ、そうか、ね、そう、あの余白がないんですよ、はい、両側なんですよ、あっちゃ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 、やっぱ暑いわ、湯気が、あっはい、紙皿、いいね、来たよ、それでいきます、はい、開封、はい、開封、はい、来ました、中国軍本場の来たチャーハンの力を断着、はい、今め赤コーナー、失敗したとっともたついております、よいしょ、きた、いいね、ちょっと失敗した、あーでもこれ強そう、さすがの中国軍のチャーハン、テカテカですけどね、やっぱね、うんうん、こちら行きましょう、ちょっと待って、ちょっと自衛隊のチャーハン、ちょっとさ、小野寺さん行ってみましょう、皿が、はい、何ですか、あの美味しいわらび餅食べるお皿でしょちょっとでかいですけど、こっちホームなんで、あのこれはあれだな、ここ日本なんでね、不正だな、森尾さん、不正者だろ、森尾さん、あんた、あのえちょっと後でちょっと賄賂的なのありますね、賄賂的なこと開封、開封、よーし、さあ本番に挑む自衛隊のチャーハン見せてくれ、ランチャーク、今これはてん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 、まさかこんなに長い感じ、てん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 、さあやってまいりました、自衛隊の入場です、よいしょ長い長いです、おい若干劣な位置長い長い穴子出したんか俺長さにおいては、自衛隊がだいぶ有利となっております、いやいや別に長さ勝負してないの、長さにおいてはね、元々がそうだから、うん、幅はこっちだからね、ただ色合いはねやっぱ ねでもやっぱいいよ、あ自衛隊の方はやっぱスティックライスなんで、具が細かめになってます、ね、なんか塩胡椒かかってますね、ねぎ、しいたけ、白、青ネギ、あ白ネギ、白ネギ、ネギ入ってますもんね、ネギ、こっちはなんか白めなね、グリーンピースと人参と、エビでしたっけ、ソーセージ的なものが入ってるようです、なるほど、こっちはね結構やっぱ具強いですね、うん、さあそれでは食べていこうと思います、これたまにこういうでっかい天ぷら食いたくなりますよね、あの飛び出るね白焼きみたいななんかね、ネギの薄いのが見えます、よいしょ、これをね歩きながら自衛隊食ってると、いいよいしょ、こちら、わあいいね、入れましたね、うまそう、うまそうね、チャーハン、あー出た、あーうまそう、うわやばい、強い、油がやっぱりパラパラだわ、ね、パラパラだ、これドーピングしてんじゃないのこのツヤは、ちょっと森さん待って、え大丈夫、これドーピングしてんじゃないの、いえいえ、いきましょう、裏ちょっと見せてもらっていいですか、はいはい、ちょっと控室怪しいっすよ、控室、はいはい、どうですか、あ、これドーピングしてますね、これこれドーピングしてますよ、もしくはあのボディクリーム塗っちゃったタイプですよダメですよ、格闘技においてからなんかオイル塗っちゃダメですよ、塗っちゃダメですからね、だいぶ塗ってますよ、これ塗ってますね、さあそれでは厳正なる審査を行います、ファイト、始め、じゃあ中国軍がいきましょうね、なんかね真四角のね、しおれたタケノコみたいに見えます、本当だ、黄色い黄色い黒めなウインナーがこう入っております、よし、エビは小さめだな、カップヌードル的な、うんうん、本場、うん、本場だわ、甘い、甘いんだよね、うん、うん、あのこれについてきたね、うん、辛いねえのきとかを入れるためにもちょっと、うん、パイナップルのね甘い香り、うん、最初にきます、ね、でもやっぱどちらかというとピラフなんですよね、うん、チャーハン中よりね、うん、うん、あ、うまい、うまい、あのウィンナーのねこう肉のうまみが先に来るんだけど、そこにこう甘いフルーティーなパイナップルがパイナップルが、ね、合う、甘い、合うね、うん、塩加減ちょっと抑えめなんですけど、うん、シーフードヌードルのエビ、うん、エビのようなのあれだよね、ね、後できますね、うん、ちょっとこうあっさり塩味のすごいこう香りで持ってくタイプのね、オイリーチャーハン、これやっぱうまっ、ごちゃ混ぜにするのがうまいんだよね、うまっ、ね、あの辛いのとね、うん、うん、かなりうまいよな、胡椒抑えめなんですね、もうちょっと欲しいですけどね、ね、スパイスはほとんどないですよ、個人的な理由としては、おかず待ちの白米の感じ、ああそうね、の感じ、うん、キムチぶち込みたいよね、うん、うわうまっ、もう全部いった、俺はちょっと厳選なる審査のためにちょっと残します、あ、それでは自衛隊のチャーハン、匂いは日本の方がなんか食欲そそる匂いですよ、なんか、うん、これネギめっちゃいい匂いすんな、さっきのがあえてこの、うん、スパイスとか全くなしだったのに対して、うん、こっちはねもうねがっちりチャーハンな胡椒な香り、ね、じ
ただきます。うん、あうまうまいわこれ。うまうまこれはね、ネギの香りすごいですね。ね、いやうまい。あれさっき白ネギと青ネギどっちも入ってるみたいに乗ってませんでした、うん、このスティックライスうまいね。めちゃくちゃうまいね。細かいその肉とかその油と胡椒の香りがすごい、うん、一緒にこう来る最高のハーモニー。確かに塩胡椒ちょうどいいな、うん、いやこれネギ、ネギだわこれ。完全ネギうめえ。こっちも油っこい。うん、うん、結構油強めっすね、うん、このスティックライスね、うん、あれ前のピラフってそんな油っこかったでしょ。そんなに中国の油がすごすぎて、うん、そういうレベルで感じてなかったのかな。それか前回のちょっと試合結果を踏まえて、うん、ちょっともしかしたら自衛隊側が急いでスティックライスに油増量させたっていうパターン、うんうん、いやいやできるか、うん、そんな短時間で。なんで見てんのスティックライス側。負けるかやべえ。ちょっと第2戦目あるからちょっと次からのスティックライス油3倍で。知らないよ。油3倍告知してないから戦う新しいとこ開けてみたいな。合わせるのが一斗缶の油なちゃんとプラスチックなつけんだよ。弁つけて出すんだよ、うん、パチャね。蓋閉めだとこう周りグッてやるの、ま、だよ。ペコーンってなるよ。ペコーンってはめろよ。蓋閉めるよ、ね、うん、真ん中押したままにと外れと、うん、タレもな。タレもあるし、ね、タレもある。うまい、うまい、ごちそうさまでした。おめでとうございました。もう熱い、本当に戦いでした、まあ、ということで、それではね、うん、それぞれ決まりましたでしょうか。ジャッジの方、はい、決まりました。それでは、はい、行かせていただきます、はい、自衛隊のチャーハン VS 中国軍のチャーハン、より美味しかったのは、せーの、自衛隊のチャーハン。自衛隊の決まりました。てんてんてててんてんててんてんてんてててん。いやー、難しい審査だったんですけれども。森尾さん、どうでしたか、はい、自衛隊の勝因だったでしょうか。私はもう確実に塩っ気ですね。うん、なるほど。塩っ気とネギの風味。うん。やっぱ食欲をそそる感じは、うん、自衛隊のスティックライスの方が、チャーハンっていう感じだ。確かに。かその中国軍の方は、その、うん、チャーハンというやっぱちょっとピラフ感がね、うん、甘めだし、うん、子供が好きそうな。うん、いやー、ね、私はね、うん、でこう自衛隊のチャーハンの方はもうスティックなんでこう完成されてましたね、うんうんうん、思ったよりうまかった。美味しかった。初めて食った、今回はね、うん、第2戦目、うん、勝者自衛隊ということでございました。対決はね、本場に勝つということがね、びっくりいたしました、まあ、そういう時もあるよね。ということでまた、うん、何か紹介してみたいと思います。本日はこれまででございます。ツイッターにしてやっております。とこういうふうにお願いします。スティックライスで叩くよ。チャンネル登録してございます。お願いします。ご参考にしております。お願いします。スティックライスでぶっ叩くよ。本日はこれまで。それじゃあまた。ダメだ。料理だからね。スティックライスで叩いちゃった。やる人いないでしょ。そう。